どうも皆さんおはようございます。速稼塾の久保です。この動画はですね、 FX オリガルヒの方と速稼塾限定動画をご覧の皆様の FX 講座になります。毎日の相場解説を続けて6年になりますけども、その間に私もね50歳になりました。そう、今日10月11日が私の誕生日で50歳になったわけですよね。昨日まで様々相場解説させていただきましたけども、ここに来てね50代で私が人生の中央に据えるのはやっぱこれだなと思って FX の方に臨んでおります。そしてもう一つ NFT というね、そういった事業にも乗り出すことになりまして、すでにこちらの方でも収益が生まれ始めました。まだ始めて3ヶ月なんですけどね。で、 FX で余剰資金を作って、それを今度ね NFT とか不動産に再投資していく、まあ、この流れが基本的にはできたのかなと思いますんで、もう FX で FX 単体で勝つことに関しましては、私はね大きな自信を持っていますし、そのための6年間も過ごしてきたと思います。それはこうやってオリガルヒに参加してくださる方とか、速稼塾の FX を見てくださる方には十分伝わったと思います。私の FX のその理論というのは自分の個人的な発想によるんではなくて、テクニカルを単純に、彩っているだけだということなんですよ。じゃあなんでねテクニカルを同じように使っていても勝ち負けの差ができるのか、それは積むロットのセンスなんですよね。だって FX って負けることも必ずあるわけじゃないですか。私が言ってるのは6割勝って4割負ける、このバランスさえきっちり守っていれば差額の2割で勝てるという理屈ですけども、でも負けた4割でね大きな資金を積んで、勝った6割であんまり資金を積めないっていう風なアンバランスが精神力の関係で起きてくると、さすがに勝ち越すことは不可能なんで、勝率は高いのにお金は減るっていう現象が起きるわけですよ。ですんでね、テクニカルを徹底的にやり込むことと、ちゃんと記録を取ること、その時にどんな理由でこのロットを積んだのか、その結果はどうだったのかっていう検証を自分ですることと、もし自分でやりきれない場合、私の方にメッセージを送っていただければと思うんですよ。まあ、そのためにね、FX オリガルヒってコース設けてますんで、ぜひね、速稼塾限定動画をご覧の皆さんも、本気で FX もう一歩、本気でやりたいと思うんだったら、やっぱオリガルヒの方に来ていただくしかないと思います。ここで改めてお話しますけども、この動画をご覧になった後で、FX、速稼塾限定動画をご覧の皆様がね、もしいらっしゃって、オリガルヒに参加を希望するようでしたら、まあ多少ですけども、通常価格35万のところを、今日も29万8千でお送りしたいと思います。そしてですね、チャンネル登録者が、なんか昨日20人に増えてるんですけども、これは完全に、新しい会員さんが入ったわけじゃなくて、ミスでございますんで、今のところ19名です。ですんでね、お一人お二人ぐらいはまだ受け入れるところがあると思いますけども、一人で2チャンネル登録する人がいると思いますんで、ちょっとね、混乱しますんで、ぜひね、そういうのは、私に連絡をしてからにしていただければと思います。まあ、どちらにしましても、チャンネル登録段階では20名ですけども、実質19名なんで、新しくね、まだ受け入れる余裕は、まだ一人二人ありますんで、これを機会に FX 本気でやって、来年から勝っていこうと思う方は、ぜひメッセージをください。それではね、今日の相場解説をやっていきますので、日足から見ていきます。はい、これが日足ですけども、どうだったですか？レンジで囲ったのはこの時代でしたよ。そっから、レンジが上の方に偏ってきたよねって話をしましたよね。だから緩やかに上昇していくっていうことで、今上の方に向かってます。そして、三平赤。赤三平から赤四平に変わったんで、これはもうね、今週は145円の70、80、90の方に伸びていくというふうに考えていいと思います。で、この図全部を見ても完全に右肩上がりでしょ。ね。で、こういうふうな押し目はありますけども、結局は右肩上がりというトレンドを書いてるんですよ。トレンドを書いてる以上は、ここでセルに入るっていう選択はありません。それは何回も言ってることだと思いますので、素直に従っていただければと思います。これが大枠の全体像です。でも多くの方は日足をやってるわけではないので、4時間なりし、1時間を見ていって、さらに細かい解説に移っていこうかと思います。さあ、これが4時間ですけども、どうでしょうか。大きく見て、この辺りに固まっていた、チャートがですね、ここに来て、ぐんと伸びてませんか？ね。で、最高値が今、この辺りに来てるわけでしょ？こっから、ここまで。で、解説した通りなんですけども、それは1時間でお話ししましょう。ダブルトップのところですよね。はい、じゃあ1時間のことでお話していきます。はい、1時間。もう見にくくなってます。ここでダブルトップがあったなんてことはなかなか見えないんですけども、確かに毎日毎日刻んでいた私から見るとね、はっきりと見えるわけですよ。ここに天井があって、ここに天井があったと。その時点ではダブルトップで、
下落に向かっていたわけですよね。こういうふうに。その時に私が言ったのは、この下落ってのは押し目のように、そんなに長く続かないと。上昇機運の時にね、これ全時間軸が右肩上がりの時にダブルトップがあったからといって、別にこれがね、大きく下に下がるようなことにはならないよと。そうではなくて、むしろレジサポ転換で跳ね返ってきて上に向かってね。で、このダブルトップの線をぶち抜いたのを確認して、倍で入れば利益は取れるよってお話をして、本当にそうなったわけでしょ。で、1週間が明けて、まずは、寄り付きでは売りが入るけども、結局買いになるよって言ったことが実現したわけじゃないですか。それと同じように、ここではですね、今、また N 字を書きながら、押し目を書きながら、高値切り上げ、安値切り上げを繰り返して、145円の708090の方に向かっていくんだってことをお話したのが昨日までのことだったと思います。じゃあ、今日の値動きを確認しながら、こっからのことを話していきますね。どうですか？綺麗な右肩上がり。参考までに移動平均線見てください。ずーっとまっすぐ上行ってますよね。じゃあ、チャートを見てください。高値がどんどん切り上がりながら上行ってるでしょ。高値切り上げってのはここですよ。ここ。ここ。ここね。じゃあ、安値を切り上げてるのはどういうことかって言ったら、まあ、接してるのはここですけども、ここも安値ですよ。ここも安値でしょ。で、線で結ぶと、こういう風に入っていって、安値、高値、安値、高値、安値、高値と来てるじゃないですか。じゃあ、この動きが、もうコンスタントにこれからも続くという風に考えていくのがテクニカルですから、今、ちょっとね、陰線が出て下がってるようですけども、結局は、804とか超えるんじゃないですかっていう風に見るのが、今週の値動きですよ。まさに全部申し上げた通りになってると思います。はい。じゃあ他に言うことはありませんので、ここまでにしようかと思います。10月11日火曜日になりましたけども、今日はね、大きく解説はいらないと思います。まあ、入れるところで倍に入ればいいんじゃないですか。セルって選択肢はないですよ。倍に入って含み損が出たら、そのまま倍で入りっぱなしにしとくということです。もちろん、ロスカットラインとテイクプロフィットラインは、自分の終えるリスクの中で決めなくてはいけませんけども、もしね、どうしてもお金を入れるのがやばいということでしたら、まあ、デモで行ってください。デモじゃ飽き足らなくなってきて、デモで一定の確率で勝利ができるようになったら、別にロットを入れていけばいい話なんで、一日のうちでね、いくら増えたいくら負けたってのは、もうちょっと先で考えた方がいいと思います。今は自分の仮説が成り立ったのかどうかってことを検証するために日々の相場解説をお送りしている。まあ、そんな風に感じていただければと思います。力がついてきたら、その後は一生勝ちですから。だから大丈夫です。でも、人生はそんなに長くありませんので、なるべく早くそのレールに乗りたいですよね。そのために私のこの FX オリガルヒ、これからもご活用ください。それでは。